あら司令官、お礼を言いに来たの？はいはい、フォーソン博士たちから何か情報は手に入った？ええ、彼らの元雇い主は水中にラボを持ってて、現実を永遠に変えてしまう何かとやらを研究してるんですって。不吉ね。ジャービスはなんて？今調べてもらってる。でもエイムはそこでの研究が外部に知られるのを恐れてるみたい。だから科学者たちは逃げたがってるのね。海底深くに閉じ込められてるんだもの。私が解放してくる。溺死しないよう気をつけてね。当然でしょ。雪が降るなんて聞いてないわ。エイムの水中ネットワークにつながる地上の入り口はそうないの。あなたはそこに降り立つってわけ。私たちの存在がバレないようジャービスにはエイムのセキュリティシステムに入ってもらいましょう。さて、冒険の準備は？それは比喩的な意味ですか？私は物理的に存在していないため冒険には出られません。それじゃ深海へのエレベーターを奪うとしましょう。日常がどんどん普通からかけ離れてくわ。何層にもわたる暗号に対処しています。エレベーターの操作を掌握するまでもうしばらくかかります。その間に奴らを倒しとく。悪いわね、エレベーターは使わせてもらう。スペシャルゲストが来たのね。そのユニットは NFC のセキュリティフィールドを放出してる。破壊してエレベーターにアクセスするのよ。了解。ええ、そうよ。ねえジャービス、前に言ってたやつ。承知しました、ミス・ロマノフ。今のは何？ジャービス、ヒル司令官に説明してあげて。エイムのネットワークセキュリティは水中では脆弱性が高まります。ミス・ロマノフから海底ラボのイントラネットへの回線を開くよう指示を受けています。なぜ？すぐにわかる。了解、潜入成功。次は？前方に警備兵がいます。 SOS が来てる。こちらラモス、誰か聞こえるか？退却だ、退却しなくては。ガッ、うちの科学者ね。すぐに向かう。ジャービス、今回の計画とは別にエイムがなぜ水圧や海底火山を必要としてるのか調査しよう。
承知しました。私を怒らせたわね。戦闘中です。それなら早く終わらせましょう。よし、次は誰？ブラックウィドウなのか？助けてくれ！ラモス博士、すぐに行くから待ってて。これ以上は無理だ。上司のあいつらに歯向かうなんて根性ある。でも頭脳だけじゃ腕力には勝てないのよ。そのために私たちが呼ばれたんだから。よし、次は誰？この扉の向こうよ。撃ち続けろ。一歩も下がるな。何としてでも科学者たちを閉じ込めておくつもりね。だとしたら訓練したのは間違いない。水道だ。警備兵、オール F にて問題が発生して急行してください。雑な言い方ね。シャットダウンしなくては。どうやって？メインリアクターへ行き、コアの X エレメントを奪うんだ。 X エレメント？何それ？熱するのは少
少し難しい。エイムはそう簡単に X エレメントとやらを手放したりしないでしょう。リアクターの警備はどんな状態？ここでは全ての動きが検知される。警備も含めてな。気づかれずに出入りするのはウィドウの得意分野ね。静かに動きましょう。を消さないとあの扉の向こうには行けない。この連中に見られてたんじゃ意味ないわ。敵が来た。お見事。私とクリスマスプレゼントを送り合うような中に戻りたくなった？まだよ。カードくらいなら送ってあげてもいいけど、リアクターはこの先にあるはず。高レベルの異常な放射線を検知しています。ジャービスが混乱するなんて嫌な予感がする。船アベンジャーズ、こちらラムス。リアクターにたどり着いたか？もう少しよ。くれぐれも動きが検知されていることを忘れずに。ええ、分かってる。状況は悪化する一方ね。何これ？ X エレメントのリアクターです。主電源のスイッチは4つのフェイルセーフで守られています。それらを破壊すればロマノフ捜査官からリクエストされたイントラネット接続で対処可能でしょう。これを見越してたの？ウィドウ、まさか。ただエイムから盗みを働くのが好きなだけよ。
階層にあるようです。上に進むわ。ジャービス、接続は安全です。トロイの木馬を埋め込んでいます。状況を教えてくれないと作戦を台無しにするから。分かってるよ。これは私にしかできないことだ。いくら信じて。上層階にはさらに多くの動作検知セキュリティが配備されています。くれぐれもご注意を。ジャービス、X エレメントは何のためにあるの？用途については未だ分析中です。敵を排除。楽しくなってきてるでしょ。エレメントを確保した。向こうのコンピューターに何を仕込んだの？ワームよ。奴らの海外口座から少しずつお金を引き出すの。米ドルでか。座標を送るからそこで合流しましょう。全部説明する。あのお金はね、俺が先祖の土地を売って貸すこともできたのに。私のためじゃない。なんか見覚えあるな。あなたは5年前に見てるはずよ。キメラのデッキでね。インヒューマン。それと私たちが命を奪った人。エイムはエーデンで大金を得た。だからロビンフッドか。せめてもの償い。
いやナット、償わなければならないとしたら俺たち全員だ。和らいだ。何が？罪悪感。いいえ、でも話したら少し心強くなったかしら。次からは先に行ってくれ。ええ、考えて。ジャービス、X エレメントの用途について何か分かった？確実な判断を下すにはラボでの分析が必要です。エレメントをキメラの高圧容器に収容してください。了解。